藤浪晋太郎、日本の複数球団で争奪戦か。メジャーで奮闘しているアスレチックス藤浪晋太郎。13日日本時間14日のレイズ戦にオープナーで先発登板し、最速162キロの直球で空振り三振も奪うなど1回無失点で勝利に貢献した。4試合連続無失点で防御率 10.80 となった。藤浪も生半可な気持ちで、海の向こうに渡ったわけではない。来年以降も米国でプレイすることが考えられるが、日本球界復帰の選択肢も浮上する。スポーツ紙デスクは、複数球団で争奪戦の可能性が高いと予測する。先発1回無失点で勝利に貢献ってどういう意味？オープナーだよ、クローザーの逆。オープナー合ってるのか今のところ成功してるな。防御率 10.08 で1回無失点ってことは10回に1回引き当てたんだな。さすが世界の藤浪。核兵器と同じ、敵の手に渡すより自分たちで保有する方がいい。どこが取るのよ。巨人かソフトバンクが取って干せばいい。四国の各球団だろ。防御率10点台だけど日本語堪能のメジャーリーガー欲しいか？点差いたら藤浪が出てくるとか普通に怖いじゃん。海外に行けば何か変わると思ったの最高傑作。藤浪を取れば藤浪がこっちに投げてくることはなくなるからな。中日が取って阪神戦で登板させる。東部支給で退場になるか試合が終わるまで投げさせる。責任は立浪が取る。ドラゴンデッドボール。7つのボールの技を持つ男。獲得すればぶつけられずに済む。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。